100円ショップのね思い出ですけども、まあ今みたいにどこでもね100円ショップがあるような時代じゃなくて、もう本当初期の頃、100円ショップが出てきた初期の頃ですね、家の近くにそういうのがなくて、行動半径が狭いっていうのがあるんだけども、まあ100円ショップなくて、あったら行ってみたいなと思ってたんだけども、家の近くにですね、まあ、近くでもないけどよく行く、駅の近くに、インディーズ系の100円ショップができましたね、あるのを知りました。まあ、チェーン店、全国展開しているチェーン店のようなものじゃなくて、本当にね、その一軒だけ、まあインディーズ系のね、100円ショップで、品揃えはね、まあお皿とかそれ日用雑貨、お箸とか、まあ雑貨類ですね、家で使うようなそういうのがあって、まあ安いんでね、私もちょくちょく入って買ってましたね。で、ある時ね、お菓子が あって、100円のお菓子安くていいんだけども、チョコレート、チョコ菓子、チョコの焼き菓子って言ったらいいのか、チョコとビスケットみたいなのがくっついてるような、あるいはコーティングされてるような、まあ例えて言うならキノコの山とかタケノコの里とか、そういう系統のね大きさのお菓子が、置いてました。で、そのお菓子、まあ別にそんなにねお菓子を買い食いするような状況でもないし、まあそういうね、趣味もないんだけども、ある時ね、まあもうちょっと買っとこうかなと、あんまりね少ないとあれだから、もうちょっとなんか無駄なものでも買っとこうかな、100円だしと思って、そのチョコのねお菓子を買いました。はい。で、家帰ってきて、まあ、食べようと思って開けるとですね、まあ、チョコ菓子、キノコの山ぐらいのねパッケージの大きさですけども、チョコ菓子の他におまけが、ついてたんですね。おまけで、ストラップなんだけども、タヌキのね、タヌキの根付けみたいなついたストラップ、まあ、もうちょっと根付けよりも大きいかな、で、それをね、眺めながらで、パッケージを見てたんだけども、どうも7種類ぐらいバリエーションがあるんだね、そのタヌキの根付けで。結構ね、そのタヌキの根付けが良くてね、まあいわゆるハマったというやつですね。で、その100円ショップ行くたびにそのタヌキのチョコをね2、3個買ってました。はい。で、結局ねかなり買いましたけども、まあダブリも少なくて、最後のねシークレットの金色のタヌキのものも集まりました。はい。今ね、思い返してもまあちょっといい思い出ですよね。